ていう。この感覚情報は、うん、オプティカル宇宙望遠鏡から取得されます。オプティカル宇宙望遠鏡感じになってる。組み立てユニットを組み立てて望遠鏡を作ってください。望遠鏡、すごいそれっぽい。望遠鏡だ。適度な精密性と安定性が必要です。なにこれ、 NHK とかできんじゃない？あ、 NHK っぽい。変なとこに持ってったな。できそう。ルーム検索、ルーム検索で1個しかない、1個しかない。トコ ANN しかない。いつまでだ、こすり続けるよ。オールナイトニッポン出てんだからこっちは。まだ言ってる。いや久しぶりに聞いたわ。決まったね。俺は後半決まったな。心配してたけどさ、決まったんだっけ。うん、決まったわ俺ら。決まったんだ、出れた。言った。フォーマンセルで紅白クイズ合戦出れました。クイズか。出れました。わけわかんねえな。もしかしてルドをやるのって大滑り東京ドーム以来。いや、あの後一回ね、あの後一回これやった。大滑り東京ドームの後、大滑り東京ドームの後ちょっと持ち直したんだよな。持ち直した。一回記憶消させたから。続いてまた勝っちゃうぞ。あれ独走してるぞ。独走だね。大滑りルノーの東京ドームで知らん人のために言うとこのまま終わったみたいな。牛がゴールして終わってる。そのまま決着ついたのが東京ドーム。これが牛がゴールして終わってる。注釈注釈ね。また行かせてもらいますよ。こんな出ない。前よりひどい。前よりひどいぞこれ。来た来た大滑りルノー最大。来たぞ、行くぞ、行けこの。ちょっと待って、これ初めてレベルじゃない。こんな出ないのやばい。ああ来た。俺、あ、いいぞいいぞ。あんまりいい位置じゃないな。あ、青か、うわ、に行かせていただきます。きつい、きつい。取れなかった。東京ドーム超えたね。超えた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 。はあ、でもやっぱゲームがクオリティ高くてどん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 人気になってったんだよね。じゃあ先週やったやつも人気なんだ。先週やったやつは誰もやってないんだよ。なんてこと言うの。止めてんだって。俺何も押してないのに。俺酒飲ってるし。あ、遅延か。また遅延だ。またね、治らないな。ニコニコの頃から。おい、ニコニコの頃のことは言うなよ。やってたんか。なんとなくわかるでしょう。あ、そう、こういう蜂蜜あんのよ。あるあるある。ねえよ。見ればわかりそう。あるって言ってる人いるよ絶対。なんか俺のグッチの T シャツみたいだった。確かにそんな色。ガセやったか。やったな。こっからこっからこっから取った。最強のゼミナールから。すげえ。ご紹介いたします。なんか俺らのイベントの席。よろしくお願いします。俺らのイベントの席みたいな。そんな感じだよね。大丈夫？ B リモコン、 B リモコン通る？確かに。混戦するからな。混戦しちゃうよな。これでもう部屋あります。あ、あるね。ああ、いや、何回すんだよ。これやってんだよ。もう1年過ぎてんだから。何回すんだよ。植木鉢って2個だもんね。2個です、これは。うん。ちゃんと覚えてんだ。2個2個です。そこの植木鉢は俺の出身地。出身地？言い過ぎだとね。出身、ネット出身地。ネット出身地。別にネットはお金もやったからな。初めて聞く。ふるさと、ふるさと的なこと。そうそうそう。第二のふるさとだ。いつか帰るんだから。上の壺は2個は、いや、壺2個です。絶対ネクセン。なるほど。いや、人一倍ないくせに。人一倍ないのに。なんかそう言ってくれたら言えるんだよな。俺あいつらふざけてますガチさん。注意してください。やってません。ちょっと言われてた。俺の大好きなのに。2人が悪ふざけが過ぎませんかってちょっと言われてた。そんなこと言われた。ずっとふざけても言ってますよ。そんなこと言われた。あ、シャーってやるやつだ。シャーってみんな持って。あれ、なんかどっかでやったよね。前やったな。どっかでやった。長崎にはなかった。じゃあ、それこそやったな。それこそ長崎でやったよね。小学生たちが食いついたやつ。そうだ。めちゃくちゃ小学生に絡まれたやつ。そう、絡まれた。本当に分かってるか分かんないやつね。あの時の小学生面白かったな。面白かったね。面白かったな。ジップラインやったな。分かんない。どこのサイトで上げたんだっけな、あれ。ニコニコ動画。え？ニコニコ動画、俺らの出身地。
え？なんで？月間ランキング1位が10万再生のニコニコ動画。悲しいニュース。悲しいニュース。さっき見たニュース。ニコニコテレビやってた。やんなかった。やってくれたな。いや悪意ある、悪意あるわこれ。ひどいひどい。俺って答えあるよ。あそうか。って答えありです。あと全然わかんない。ちゃんとした資格で書きやがって。あ、こいつもだ、こいつもちゃんとした資格で書いてる。いや、うっし、うまい、うまい。こうでしょ、逆三角ってか、三角か普通の。そう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 、口の、なんか顔パーツの配置はね、なんか覚えてずれてんだ、ちょっと、そっか。いやー、全然やっぱ、岡さんにはメッセージ性足りないね。いや、悪意あるよ、メッセージ性消したのに、入れたくない。オンボロテレビ、オンボロテレビ。ひどい、これひどいよ。いや、別に悪くないよ。かわいいよ。かわいいよ。誰が一番かわいいかって、俺が一番かわいいだろ。かわいいかな。あー、ニコちゃんマーク、ニコちゃんマーク。はい、ニコニコ。なんか、なんかね、電源プラグのところも変わってんだね。そうね。あー、ね、ニコニコです。そっちもそうなんだ。あ、でも終わりそう、もうすぐ。うん、俺らのふるさと。いや、テレビちゃんかけなかっただろ。俺はかけたよ。全然かけてなかったから。俺かけたよ。あれ、テレビちゃんか。俺、テレビくんって書いてたな。天才テレビだよ、それ。こいつは。1日でいっちゃうかもな、3000再生いっちゃうね。確かにね、うん、期待の新人タグつけなきゃな。タグあれ、自分で作るやつね。それ自分につけてたわ、昔。ダサーダサー。だって誰もつけてんだもん。誰もつけない。誰もつけない。期待の新人じゃねえんだよ。気づけよって、気づけよ世界と思って。よし帰るぞ。俺だけは気づいてるからね。朝5時にあげて、朝5時にあげてタグつけて、ニコニコのトークすな、ニコニコのトークで、はい、コメントできない方はって言って、そっちの URL も貼って。あ、それコミュニティからのやつね。コミュニティの方のやつね。そうそう。コメントできないから、あの仕様何だったんだろう。ね。俺感覚的には前倒れの状態から起き上がってる時の方が角度ちゃんと決めやすい。コーチ感じがする。おま、お二人何そうそう、確かにそういうことか。こっちの方が、あ、そうそう、コーチ、コーチ角度の調節、そっちの方がしやすいのよ。二人何してんだ。コーチプレイヤー側だからさ、雇ってんの。そう、うん、そうなんで。今朝便乗もしてる。何でもかんでも忘れてたらダメだからね。自分で学ばなきゃ。うん、そういうもんだからね。もっと苦戦してから助けてくださいならわかるけど。そうそうそう。まず、ね、最近の子はね、辞書引かないからね。うん。まず辞書引いてから考えるね。嫌なおじさんだ。嫌なおじさん。嫌なおじさんがいる。調べりゃ出てくることを聞いてくるもんね。そう。やっぱ仕事って見て覚える。わー、そっち入った。コーチ、悪い友達の方行った。何でも聞くなっつーの。俺らの時代何も聞かなかったんだ。何も聞かなかった。味方がいない、味方がいない。自分の時代語り出した。全部自分たちでやってきた。そう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 。俺らの時代の方が大変だったよ。まあそうだよな、ね、俺らの時代大変だったよな。こっち側に来んだ。スッとこっち側に来る。朝5時に投稿してね。そうそう。トンボまだトンボ、まだトンボ影なんだからよ。10分ごとに新着入れ替わるから、それ狙ってやってたんだろうね。うまい。あ、こいつも来てんだって思って。ニコニコの話かい。ウシは無回答と。なんか名曲の名前書いたんだけどな。え、これ誰が、お、ま、俺らのやつ。いや、あんま言うとね。あんま言うと、え、曲出してんのかなって視聴者がなっちゃうから。あ、ね、うん、まあまあ、あんまこれ言わない方が、あんまね、言うとね。いや、キヨさんお願いします。はい。まだ投稿、まだ投稿してないんじゃないの。そんなことないのかな。違う違う、俺が活動し始めた時期がダブルベースだったの。あ、そうなんだ。全然覚えてねえよ。だからそう、活動前に見てたちょっと短い期間もダブルベータしか知らないの。マジで覚えてない。ベータ時代とか知らんわ俺。覚えてないほんと。別さん好きなもの結構あるから。そう、俺結構発信してるからね、好きなものは言ってるんだよね。やっぱあれだね、何かを好きって幸せなことだね。言うな。いらんわそれ。
いらん、いらん、それ。じゃあ行きます。さんの、はい、キャッチコピー。キャッチコピー言うな。イベントキャッチコピー。そうなんだ。そうなんだ。どれぐらい、こう高1ぐらい、うん、高1高2、あ、そっか、俺の感覚でそのぐらいだったからさ、自分が俺小3ぐらいだったな。でもそれでも遅いのかなってちょっと思ってた。小3、7歳。でもまあちょっとそれより幼くしてみた。ずっと女の子好きだった6歳の頃から。もういや、もっと前から、もう4歳ぐらいからずっと女の子が好きだったガシャンのキャッチコピーがずっと女の子が好きだった。女の子はもう本当に幼馴染から何から全部女の子好きだったいいですよ、女を好き、幸せなこと。やめろ、俺と混ぜんガシャンの古典やるな